はいはい、こちらのポッドキャストを今回フリーでメール頂い,いております、うん、えー、ラジオネーム「火星宝剣」あ違うえー、あラジオネーム「林家宝剣」<laughs>「宝剣」のあれがあるだけで火星」というのは<ー>ラジオネーム「うん、林家宝剣」「平子さん酒井さんこんばんは、うん、京都山賀 FC サポーターの林家宝剣です」うん「先週の降格発表大変う嬉,嬉しく聞いておりました」うん 思えば J1 と J2 を行き来するエスカレータークラブである私が広角で喜ぶのは初めてです。うん、さて、広角発表の直後、坂井さんが京都パープルサンガかよと突っ込まれました。うんうん、しかしながら京都パープルサンガは2007年2月からクラブ名称を京都サンガ FC に変更しております。坂、うん、井さんといえばサッカー2としてリスナーに浸透していると思います。うん そのような坂井さんが、京都パープルサンガ等とキャラに合わない発言。うん、心底がっかりでした。なるほどね。だから降格すんだ、うんうん、ボーケー <laughs> さあ、京都サンガ FC はなな、は第一節を京都の名手アビスパに3対1で解消。うん、今年こそ全勝で優勝。昇格や、うん、やったるでなるほどね。来ておりますけども。知らないわけないじゃん、俺が。

んでなんでパープルサンガー変えちゃったんだろうパープル、京都パープルサンガーって俺もイメージが強かったから。ね<で>。うん。で、やっぱ名前のインパクトあるじゃんいでそ,そうそうそう。なんでこれ。パープルサンガーだって。ねね、すげえね。パープルみたいな色ついてるクラブチームって他にもあんのかなレッツはレッドのこと レッツ、レッドダイヤモンド。レああ、そっかそっか。まあまあでもイメージから赤だもんね。パープルサンガはやっぱり今もサンガ FC になっても紫なのかな紫ですね。うん。へえー。ほ知ってたのいや、ほに知ってましたよ。ああ、そう。うん。結構いい選手いっぱい排出してるんですけどね。あ排出しちゃってんだ逆に。そうそうそう。定着しないんだ。そう、有名な選手いっぱいいるんだけどね見つかっちゃうと他行っちゃうのそう、本当そう。 そうんだよね、松井大輔とかねああタ<ク>そうあそう,そう天皇杯取ってるからねあ,あそうはいあの時はちょっとあじゃあ全盛期みたいなのがあったんだねありましたありました黒部とかね<ー>先日引退しましたお<ー>、うん、でもアビ,スアビスパに3対1で快勝アビスパもね今結構いい選手揃ってますけどもそこにね3対1で勝ったということでアビスパいい選手揃ってんすか今季どうえ どう、どう、どう思うお前の見解は。アビスパスすか、うん、でも、ちょっと最近パッとしないですね。やっぱ、アビスパー。だから、3621に変えてからかな。3, ちょっと。3621。あの、うん、防、防御をちょっとね、3, <6? S 2> 守りを強くして。数がちょっと3621は合わなくなっちゃうんですね。3、三三6 1とか三六3612。3, 6, 1, ニールま、あもう、それもうずるです。女子のチームとかも、ね、<laughs> 体育の。すげえ、数が、人数が多くなってきて。女入ってっから。女入ってっからみたいな。盤 <laughs> 石の傾 <laughs> お鬼クリア。<laughs> あ、してたんだね。アビスパってどこか知ってますアビスパ地域。福岡おお<ー>。うん。そうすごい。 うんちょっとジュエリーグク,クイズ出してくよジュエリーグク,クイズ行きましょうか<ー>じゃあ。俺自身あるやっぱこのリズムでパッと答えるとね。うん、サガン。サガン、トス。おお<ー>これもリズムで覚えた。リズムか。ムかーうん、えー、仙台。仙台、アルジャジー、えー、仙台ア、アルジャーノン、アルジャアルジャーノン、仙台。<laughs> 花束をみたいなえあれ違ったっけ違います。 何とかズムパパパンってやって、リズムで教えて。でででで、仙台。でででで、仙台。分わかった。作家の福田もこれ全然知らないから。え、え、ででで、仙台。でででで、仙台。でででで、仙台。でででで。は、はすぴの。か、か、あれあ、頭の文字だけ教えて。うん。 いや言ったらわかると思うなええわいやわかんないと思うべべべべがるだおぉ<ー>べ <laughs> でやっぱわかんない、うん、やっぱわかんないそれじゃあ俺から出すぞいや俺から出すと知ってますよもう水戸<ト> <laughs> ホーリーホックおぉ正解サービス問題だったな水戸 <laughs> ホーリーホックだけ知ってるんだ、ね、さんわかんないでしょね <laughs> えっ水戸ホーリーホック知んないの <laughs> ん昔の 今もあるよね。あるある。昔だから、あの、トゥーリオとトゥーリオ、そうそう。で、俺の、あの、地元の友達、小野っていうやつもね、昔いたんだよ、そこに。実家が、徒歩、徒歩5秒ぐらいの友達が。ザスパクサツって別に。何書いてんだよ。ビタリマク2つじゃねえよ。ドヤじゃねえんだよ。んだそれ。あれ ちょっと待って。え俺、これ見たことある。いや、い,いい、いい。この光景。デジャブ。<laughs> あれ俺言っ,てない言ってない言ってない。水戸、ホーリーホックの話して、高吉の話して、そしたら、ね<え>で、作家の福ちゃんが、ジャスパー、草津つってびっくりマークいらないって坂言ってないこの中でなかったこれはちょっと、初めてかな。えあれ見たことある。えデジャブデジャブデジャブかな 本当にあったわよ。いや、ちょっと僕は記憶ないっすね。俺、この後の展開知ってるぜ、だって。ちょっとやってみたり。あ、じゃあ。流れ。うん。あ、じゃ福ちゃん、なんか、ま、なんか、んあ、俺がここに未来を予想で書いとくのね。あ、それで、それと会ったことを、福ちゃんなり、酒井がね、なんかアクション起こしたら、会ってたら正解だよね。あそしたらすごいよ。あ、俺、マジで分かったかも。うん。意地悪しても何でもいいよ。じゃあ、の、これ、俺ちょっと書いてるから、この後酒井、なんか、あの、 適当で、適当,適当な話うんはいなんか酒井ちゃんなんか好きなこと喋ってください、うん、当たってるんで多分流れの方がいいのかないやいやもう自由でどうぞ俺ここに予想,は、ね、予想はもう書いてあるからね、うん、ここにデジャブね、うん デジャブっていうチームでもありそうですね。デジャブだったら地域どこだろうね、ど、どんな、どんなチーム地域。スポー、まずスポーズを。サッカー、だから J リーグのチームでデジャブ。はい、終わった。はい。俺書いてある。堺が野球の話をするって。<laughs> 全然げえよ。俺もそっちに促そうとしてたし何の、何のチームサ <laughs> <laughs> ッカーの話されちゃう。ずるいよ。よ <laughs> 俺のデジャブを完成させたた。<laughs> <laughs> デジャビューっていうでもあのビジュアル系のバンドとかありそうだなああ実際ありそうだなホントにデジャビューっていうね、うんうん、デジャデジャビューデジャビューザスパ草津みたいな感じで、うんうん、デジャビューどこ,どこ地域サッカーチームあるとしたら根付いてないよ俺さっきその話してんだっただからデジャビューどこ地域どこだってうん 自分が考えたみたみいに言う。喧嘩すんなよ <laughs> どうだろデジャビューずっとやってきたんだ俺らでああ根付いてないとこがいいねああここができたんだもうでも今ほとんどあるからねあそうおそらく鳥取とかあるああ,あ,<れ>あるかあるねあ、うん、島根は島根でも J3 とかだったらあると思うデジャビュー栄えてない年とかねデジャビュー あああっデジャビューフラノああいいチームそうだなオーラかうん足腰強いな雪の中でやるから雪かきやってそこで練習するからデジャビューデジャビュー厚着 J2 の後ろあたりはうろうろしてそうデジャビューデジャビュー デジャビュ木更津んか木更津のキャバクラをまとめてる結構デカめの会社みたいな、ね、<laughs> デジャビュー最初に来るのとまた後ろに来るので違うからね、うん、何々デジャビューみたいなああ<ー>、うん、ハッピーデジャビューってことえハッピーデジャビュー ピーテみたいなこと。え。え、だ、川崎フロンターレ。ああ、そっか、そっか。あ、勝手に作っていいよじゃないんだね。川崎デジャビュ金龍街。いや、いいよ、金龍街はいいよ。チームじゃねえよ、それ。あ、でも、間、なんかその地域で挟んで。サッカーチームしようとすると難しいね。うん、そうだね。あれで、川崎フロンターレ。 例はっっ川崎フロンターレでは終わってんのかああ日暮里デジャビュああストリート劇場いいけどねうんデジャビュー日暮里だとちょっと違ううんデジャビュー西日暮里都内にもっともう一チームぐらいあってもいいんだけど、ね、都内には都内にチームあんの FC 東京があ、ね、あ FC とあそっかそっか調布 そうすね、かああそっかそっか23区とかによってもなんか盛り上がりそうなの気がするか<ー>区とかゆってぃさんがサポーターだもんなうんそう「足立デジャビュデジャビュー足立」うんそっかわかんねえなでもまあでもねえ状況一緒だからね我々と。 やっぱりでもサッカーも見てても2部から1部に上がるかどうかぐらいが一番熱いよねうんやっぱあれシステム導入したのもよかったねうん入れ替え戦とかそうだね本当いいシステムだと思う盛り上がるし最後やっぱ消化試合になっちゃうからさどうしてもそれがなくなったっていうのはやっぱ大きいよねだから血には入れないっていう熱を持てるわけでしょドラマが毎年ありますからねうん 山形なんでだって最後入れ替え戦でコーナーキーパーヘディングでゴールしてああ俺見たそれ決まりましたっていうのありましたよ俺だから寝れない時とか動画いろいろ検索するんだけどあの J2 降格とか昇格で検索してああやっぱそれも見た熱い試合ありますもんねあとスポーツスペース大逆転とか動画見るね 名実況とか俺読んんですけど。ああ。必ずあの体操の出てくるでしょあ、うう。あれ何回見てもいいね。うん。栄光への架け橋だ。うん。あと、もうそうだね。いいよね。名実況いっぱいある。一郎のレーザービームを何回も見ちゃっいや見たね。見る見る。すごいよね、あのリアクション。あの、侍ジャパンのね、一郎のあの逆転劇もね、何回も見ちゃってね。 何か加工されててさあのいろんな歌がこう音楽を乗っかってて、うん、その侍ジャパンの映像が編集されてるみたいなやつもあるのよ、うんうん、見ちゃうんだよちょっと。上手で見てるね、それもいいね動画見ちゃうよね夜中とか、うん、朝んだろうな、本当。と嘩の動画とかある、ね、あ<ー>見ちゃうストリートファイト 一番上ぐらいに出てくるなんかアメリカ人のすげえ強いやつとさ、うん、プロの格闘家みたいなキンボねあキンボ,キンボスライスねキンボスライスってあのー、アメリカのストリートファイターもともとはね、うん、もうほんとベアナックル素手の拳で殴り合う、うん、まあ喧嘩自慢がねほんとに一応競技制ルールはね一応本人たち的にはね作ってやってるんだけど、うんうん、そこで最強と恐れられた黒人のヒゲ面のね、うん、ストリートファイターが実際プロに入っても まあ、もちろん負けもあるけど、うん、結構活躍して、うん、ガンガンいなしてるっていうね,ね面白いねめちゃくちゃ強いよねいキンボスライス、うん、でそのストリートラもも負け知らずで鳴り物入りでプロ入ったりは、ねうん、あロシア人のストリートファイターとかめっちゃすごいもんねなんかすっごいねすっごいよあれ知ってるあのー、ロシアかな、うん 二人の男が公園で言い争いしてんのよ。うん、で、その隣多分三階建てぐらいのアパートからそれを上から取ってんのよ。うんうん、言い争いして。今にも殴りかかりそうな二人が。うんうん、で、そこに、とあるカップルが男と女の人が、すぐ横を通り抜けようとするの。うん、そしたらよくわかんない。その言い争いしてた男の一人が、 その女の方に、裏剣ガツーンって顔面にぶちかますなよ。振り向きざめに当たっちゃったのかわざとなのかわかんない。イライラしてやってるのか。ガツーンってやった瞬間に、その彼氏が、めちゃくちゃ強いボクサーで、ぶち切れて、そこに立ってた二人を瞬殺すんの。わすげえな。漫画みたいでしょう見たことねそれ。結構見た、見てる。いや、出てくる有名な、動画。そうなんだ。めちゃくちゃよ。へえ るすっげき早いの。だから、その男の人、ボクサーは、やべえとかじゃなくて、うん、恐れが一秒ないの。う早いな、ったねパパパンパンスパンパンパパン <laughs> ちょっとアクセルホッパーさん、ね、<laughs> <laughs> 結婚記念。うん。あるね、そういうの。あと今、車の、なんか、うん、カメラつあ,あ。 あのカー何ていうんだっけなんかねあのタクシーにもついてるような車につけるよねあるねいろんな事故とかねそう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 すっげえんていうんですかねんか車にこう走ってて前にこうつけるやつ事故とかあったら証拠になるようなまあまあそうそうああ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 るカメラあれああああめちゃくちゃなうん。 ヤンシャに煽られてて、信号止まった瞬間、降りてこいって言ったけど、そいつを返り討ちにするとか、外国だてよくあるんですよ、返り討ちにしちゃうの。中からすげえでけえ人が出てきて、ボッコボコにされて、お母さん止めに入って、もういいよ、行こうみたいな感じで。日本だとないね、そういう映像は。あ、そうだね。煽ったりする程度で。確かに それある中、煽られたとか、けん路上でわけあかんないやつで喧嘩売られたこととか、い<や>ないでしょ喧嘩マジでしたことないからね、俺。本当に。あ、ストリートバイト殴ったことある人,人のことうん。グーで。記憶にないっすね。殴られたことあるグーで。あるかなあ、ない。蹴ったこととか。一回、祭りで。<laughs> 中中、高1ぐらいの時先輩にくらわれてえ先輩それ知り合い知り合い全然知らないけどなんか遠いまあ遠い知り合いみたいなでなんか並ばされて並ばされて俺ら3人ぐらいいてみんな1列になれとか言って一人ずつなんか腹ンみたいなのをらわされたけどなんかわかんな俺だけ助かって何にもされずに済んだっていうだから一回もそれで殴られなかったから一回も殴られたんだ俺 あ,あ他の二人は殴られたの殴らられれたた俺だけなんか助かって姉ちゃんいるからとかじゃないのいや関係ねえと思うんだよな俺はあ、うん、あります殴られたことおお,お,おめちゃくちゃ殴られてるよえあの,そのリングの上とかじゃないですよ格闘技的ないやいやそれあるけどあの普通にだからボッコンボッコンよ俺なんか,スト,トなかストリート的なことですかストリート的なことで、よへえ知り合いにも殴られた知り合いじゃない、えー、人にも殴られたそういうオーラーを持っているええー 殴られオーラ。東京に来て終あります東京に来て殴られてはないけどね、絡まれたことはあるよ。今の、なんだっけ、渋谷の細長いこう宮下公園か。今、フットサル場とか、スケボー場になってるけど、あそこなんもなかった時に、あそこ普通に歩いてて、あの、5、6人、まあ、よくは、ね、ヤンキーっていうか、ちょっとチーマっぽいやつが、うんこつばりしてて、俺そこスーって歩いて通ってたら、 後ろからって小石がが転きたの何だと思ってそっち見たら別に誰もこっち見てないしもう一回行こうと思ったらまた石が俺に向かって投げられてきてそっち見たらそいつらクッククックって肩揺らして笑ってんのそしたらまた歩き始めたらそいつらもゆっくりも近づいてくんのよでまた今度は俺に見えててもいいように石投げてくんのよ足元に怖いじゃん俺だけど そしたらドーンって笑ってまた座ってそいつら食べり始めなくんまあ絡まれてもおかしくなかったですねうん俺会で許してもらえたんだよ言ったらすげえなそれ会く許してもらえんだそう何かあの首だけ動かす会くあるじゃんクッて亀みてえにあれがだから情けなくつったんじゃない いやしてくださいよてい。お手上げ白肌のポーズよこっちのああ。ああで,で買い物済まして家かまだ1人暮らしなだけど家帰って、うん、シャワー浴びてるくらいに泣くくらいイラつき始めてそいつらに「うん、悔しい」って、うん、そんぐらいじゃねえのかなまた体鍛え始めてね。<laughs> <laughs> たぶんだろうな多分これからもないだろうなたぶんお酒とか絡んだらわかんないけどねその、自分は大丈夫だけどさ、うん、飲んでる人とかさ<ー>、うん、絡んでくるもんね,ねだ俺も実際そうやってさ前本編でも話したように公園で絡まれたりしてるしあ、ね、それあるかもしれないけどね、うん、俺だから路上歩いてたら、うん、知らないおじちゃんに「おねえやろ!」って言われたこともあるしえー スケーターが失敗したボードが俺の足に激突したことだってあるし <laughs> で痛えじゃん超痛えじゃんうずくまっててもう「うん、いやーっつって取りに来てもう蒸してそのままガーってへえトリックをするの<ー>すぐ近くでコ「ガン!」ってすごいよね怖いよね <laughs> やっぱりそういう LA のノリを持ち合わせた男たちは、ねうん、そっちのノリだからなもう完全にすぐなくってきそうだもんなもん やべ、けんかしたくなってきた,た。やめろよ。たぎるわ。なん,るなんか喧嘩系のメールない。ない <laughs> 来てもらっちゃった。<laughs> いいっすよ、喧嘩は。やめたほうがいい。夜寝る前とかさ、うん、そういうやからをさ、一人で1対5ぐらいでボッコンボッコんにする夢とか見ない。考えたりしない暇なとき。いすっげえ早いの、自分だけ。します俺、しないけど、しないよね。 俺よく考えるシチュエーションだからナネタですげえ使うシチュエーションってあるじゃんそれみたいなもんで俺ゆ美とまだ子供は生まれてないのよゆ美と竹下通りを歩いて原宿の奥の方に買い物しようとしたら学生服の中学生が走ってくんの「誰が助けてください」って言って俺のとこにしがみついてきて「お願いします友達殴られちゃいます助けてください」っつって「どうした?」 で竹下通りにちょっと裏通り行ったら竹下通りに来てる修学旅行生をカモにしようとしてる不良どもが、うん、56人で中学生並ばして、うん、金出させようとしてるんの、うん、でで俺が「真みちょっと待ってて」っつって真も、うん、はーい」って分かってんの、うん、俺の感じを、うん、で「ごめんなさい立て込んでるのにごめんなさい」って「うん、もしよかったら許してあげられませんかね」って下から入りに「あ、うん、んだお前」うん あんはてめえ、じゃあ関係ねえだろ、邪魔すんなあっちゃいけや。そっかーって言って。なんとか、ここはちょっと、どうしたって、この現場知っちゃったもんだから、後に引けないもんで、うん、ね学生さんだし、なんとか許しても,やってもらえませんか。うん、だってめえ、この野郎、うん、調子に乗ってんじゃねえぞ。って言ってね、うん、俺の腹にバーンってパンチを入れてくる。うん、で、ね、で俺は痛いふりをするな。うん、あった,ったな。って言ったけど、うん、その俺の腹を殴ったやつは、巨木をね、殴った感覚で。うん って一瞬思うのよ。うんうん、そゃそれをきっかけに、もう一人のやつが熱くなっちゃって、うん、てめえ引っ込んでろやって俺の襟首掴んでくんの。うんうん、そしたら、俺がそいつの目をカッと見て、うん、おい、俺の言うことを聞いといた方がいいぜ。うん、っえー、っとね。そ、れからね、いろんなパターンで枝分かれするから。想像だからね。そう。だから。<う> <laughs> 途中で、もうそいつらはもう、もう、赤子の手をひねるようにバッタバッタやってるところに、ゆみが小走り走ってきて、ゆうくんもういいよって、怪我させちゃうよって言って。<laughs> ヤンキー夫婦じゃないですか。やめな、行こう。いやでもそうするとファッションはモード系もうどけんの <laughs> 俺もね、ほっせのの。直 <laughs> ちにサンダルじゃないですか。 癖くて、でも筋肉質で締まってる。<laughs> 黒いパンツ、細いパンツとか入ってる <laughs> あ、みんなやんねえんだ。そういうのあんのかなみんな。うん <laughs>。俺ずっとあったの、それが。うん。ただ、とある時に、ピーターアーツがね、なんかのこの、本でね、いろんなその昔の悪だった頃とかの、あなんかね、話をしてて、自分に自信がやっぱあると。 でも、ストリートファイトで、別に何でもない、プロでも何でもないやつなに、1対3で、ピーターズ、うん、1>, 1人対3人で負けたんだって、そっからその妄想うまくできなくなっちゃった <laughs> <laughs> あ。あ、できねえんだなって <laughs> あ。あんのかな、うん、こういうの。俺、そういうのないな。喧嘩とか。うーん。うーん。だらしねえな。そうなのかなうん。 みんなあんのかねみんなあんじゃないよ、兄弟。お前らの喧嘩。<laughs> お前ら喧嘩したことある <laughs> もしあったらさ。あ、喧嘩エピソードとかいいですね。喧嘩自慢エピソード。あーまあ、やられたエピソードやったうエピソード。絡まれたとかでもいいですん、ねうん。絡まれた結果こういう流れになって結局喧嘩になったとか、ね。なれらを守ったとか。うん お前らの熱い喧嘩エピソードを待ってるぜそれ募集しましょうかお願いします、はいはい